海と日本プロジェクト in 宮城。牡蠣の養殖が盛んな南三陸町。この日、とある牡蠣の養殖棚の中から引き上げられたのはワイン。なぜ海の中からワインが出てきたのでしょう。ワインを海中に沈めることで、セラーに置くのと違った熟成のさせ方をしてみようという、海辺の町ならではのやり方をやってみようかなと。南三陸ワインプロジェクトという取り組みの中で、ワインを海中に沈めると海流による揺れが熟成に影響すると考えられているので、味にもどういう変化があるのか試したそうです。普通にセラーに置いとくよりも海中の方が熟成が早いと言われるので、早く熟成した、より熟成が深まった味わいになったのかな。牡蠣とワインの食べ合わせを実現したいなっていうのだったり、海辺の町ならではの作り方ができたらなということを挑戦しています。南三陸ワインプロジェクトは藤田さんと庄司さんの2人が中心となって取り組んでいます。去年の春から畑を耕し、ブドウの栽培も本格化しました。通常ブドウが収穫できるようになるまで3年から5年かかるので、それまで畑での世話は欠かせません。これは白ワイン用品種のシャルドネという品種になりまして、ヨーロッパですとブルゴーニュとかの方でよく栽培されている品種になります。昔からシャルドネを作ったワインっていうのは、牡蠣と相性がすごくいいワインができるので、南三陸っていう土地に合うのはこのシャルドネという品種かなというふうに思って、この品種を栽培しています。美味しいブドウが作れるようにしっかり管理をしていこうと思ってます。海の町、南三陸の魅力を凝縮させたワイン、飲めるようになるのが今から楽しみですね。海と日本。